予報センターから最新の台風情報をお伝えします日付化があって3日0時台風23号が発生しました台風23号はグアム島の東の海上を北寄りに進んでいます中心気圧1000ヘクトパスカル最大風速18メートル最大瞬間風速25メートルです今後も北寄りに進む予想です進路にブレはあるものの本州など日本域に近づく 可能性は低いと見られます大きな影響はない見込みです以上予報センターから最新の台風情報をお伝えしました